電子書籍、電子書籍とは、主にインターネット上で流通する、電磁的に記録された読み物の総称である。電子ブック、デジタル書籍、デジタルブック、e-book、オンライン書籍とも呼ばれる。PC やスマートフォン、タブレットで閲覧用アプリを用いたり、電子書籍リーダーなどで閲覧する。すでに出版された、印刷書籍を電子ファイル化することで、印刷、製本、在庫確保。 流通、その他経費を大幅に削減し再販でき、絶版を避けられる。また個人が出版社などを介することなく独自で出版できるのも電子書籍の魅力である。他にもプレーンテキスト、PDF といった汎用文書フォーマットが商業電子書籍販売に利用されることもあり、JPEG や PNG といった標準的な画像フォーマットで書面を保持すれば、 静止が閲覧ソフトそのまま、電子書籍閲覧ソフトとして利用できる。電子書籍は同じフォーマットでも、そのレイアウト、文章と画像の配置の形式によりリフロー、再流動型とフィックス、固定型に分類される。リフロー型は画面サイズ変更に追随して、レイアウトが変更され、またフォントサイズや行間などを任意で変更することができる形式であり、小説や、 学術書など文章中心の書籍に多い。ページという概念がない。フィックス型は画面サイズが変更されてもレイアウトが固定されていて、フォントサイズの変更もできない形式であり、写真集やコミックなどの書籍に多い。ページ丸ごと画像で取り込まれた形式のものも、フィックス型と言われるが、画像であるためテキスト情報は持たず、文字列検索もできない。 日本電子書籍出版社協会は、フィックス型の場合、全ページ画像のみで構成されるよう勧告している。欧米では iPhone など、スマートフォンにおいて、画面の大きさや操作性の向上、また、Amazon.com の Kindle 向けコンテンツを購入できるなど、環境が整備されてきたことから、電子書籍の普及が待っている。日本でも iPhone は普及しているが、 携帯小説を除けば、コンテンツ整備が遅れていた。これは配信サイトにあたるアップストアにおける、コンテンツの立ち上げと iOS 用のリーダーの開発が必要でったためであるが、その中で、日本のアップストア上で2008年12月から、産経デジタルが産経新聞紙面を配信するサービスが開始され、当時は先駆的な試みとして、話題となった。2010年には、 iPad 発売により大きく潮流が変わり、多くのコンテンツプロバイダーが参入するようになっている。同年、AndroidOS 搭載のスマートフォンが本格的に発売されたことで、それに対応した電子書籍サイトの開設も進められている。これに関しては NTT ドコモと大日本印刷の2、d フ f a c t Sharp のゴラッポンスなど、端末のベンダー側からもコンテンツ供給のアップローが行われている。 スマートフォンは日本において大きく普及した2008年頃から注目を集め、その一種である iPhone が2009年時点の北アメリカで電子書籍の端末としての認識が広がり始めている。iPhone は日本でも好評を博し、その流れを組む製品である iPad はタブレット端末であるが、2010年初回より電子書籍端末として、 日本のマスメディアでもよく取り上げられるようになった。通信機能と液晶表示部を備え、アプリケーション、i アプリ e g a p p s アプリなどの Java アプリをダウンロードできる、フィーチャーフォンは、電子書籍コンテンツに対応したエ覧ラインソフトを浅え、搭載すれば、すぐに、電子書籍端末になる。普及台数や小型であること、すでにメールなどで、小さな画面に、 違和感が少なくダウンロードも一般化していること、課金システムがすでにあることなど多くの点で携帯電話機が電子書籍の端末として後半に普及する可能性は十分にある。日本では2003年11月に au が売り出した Win シリーズで本格的なサービスが開始された。当時の通信パケット量は重量性が一般的であり、書籍やコミックを 携帯電話でダウンロードして閲覧すと、コンテンツ代よりもパケット代の方が高くなる状況、いわゆるパケシであったため、実現は困難であった。しかし、au の Win シリーズよりパケット定額モデルが登場し、容量の大きい書籍コンテンツでも配信可能となった。2003年当時は、書籍のダウンロード可能容量は、1ファイルあたり1.5メガバイトの制限があった。この時、 書籍コンテンツを提供した CP コンテンツプロバイダーは突版印刷ビットウェイとシャープモバイルブック JP の3社である。コミックは突版印刷ビットウェイのハンディコミックゲームクライブのみであった。2004年前半に NTT ドコモが売り出したフォーマ 900i シリーズどちらもフィーチャーフォンの先人であるにおいて実現した Java アプリ。 EG アプリアイアプリの立リ地化により、PC 向けの電子書籍サイトで採用されていた。ブックフォーマットのリーダーであるティータイムのアプリ版リーダーが、セルシスとボイジャーによって開発された。その後、出版業界の要請もあり、ビットウェイがプラットフォーム供給者となり、ビットウェイのハンディコミックだけでなく、NTT ソルマーレ、コミックシーモアなどの CP が、 コミック配信のニューサイトを開設した。さらに着歌サイトと同じく徐々に同業者や供給者である出版社自社も参入した。これらは特に携帯コミックと形容されている。現在はウェブコミックの買ってサイトを含めると1000サイト以上存在する。また2005年頃から青空文庫と同様自作の文章をテキスト記述した買ってサイトを www 上に公開し、口コミで評判が広がる携帯小説という形で、電子書籍に近い携帯のものが広しした。携帯コミックの黎明期は、単行本、またはその原稿をスキャンしたものを一話単位で、販売課金、配信するだけであったが、2006年頃からは本に、掲載せず直にサイト上で描き機ろしを配信する、携帯ものが現れ、 次第にウェブコミックと称されるようになる。日本での有料携帯電話用コンテンツの市場規模は2005年から伸び始め2007年には300億円にもなったというデータもあるが多くが携帯コミックであり利用者層が限られている。au グループは2009年6月から電子書籍コンテンツの閲覧に最適化した。 高解像度液晶を搭載したフィーチャーフォン、ブック形態ビブリオを発売したが、大きさ、重さなどが災いし、ヒットにならず2010年春に後継機種を出さずに終売した。2010年末に登場したビブリオリーフは電子ブックリーダーである。パーソナルコンピュータはソフトウェアを選ぶことで多様な使用法が行え、電子書籍の再生もその一つとなる。 デスクトップ PC からネットブック、そして携帯情報端末までは、過半性や用途の面で少しずつ異なりながら、連続的に並んでおり、大きいものは、画面が大きく動画表示などでも能力に余裕があるが、過半性、携帯性は損なわれる。小さいものは、画面が小さく動画再生をはじめ処理性能が求められる機能は備えず、使用時間も制約を受けるが、携帯性がある。 pc にダウンロードして実行することで、電子書籍コンテンツを再生するものがある。多くが、独自の電子書籍ファイルフォーマットに対応する電子、書籍再生ソフトである。html や pdf のような、広く利用されているフォーマットの電子書籍コンテンツでは、電子書籍専用の再生ソフトは必要としない。なお、商品カタログや広告物など、 ウェブ上に存在する無数の HTML や PDF フォーマットのダウンロードコンテンツを電子書籍と呼んで良いかは曖昧である。2010年4月3日に、まず、米国から販売が始まり、その後、5月28日には、世界各国でも販売が開始された iPad は、動画や音楽の再生機能やゲーム機能だけでなく、電子書籍閲覧機能も注目された。このような、 タブレット PC と呼ばれる平板上の携帯型 PC は高機能な携帯電話であるスマートフォンでは画面が小さすぎるがノートブック PC では電子書を読むだけの用途には大きく重すぎて不便である読者層に適したものとして歓迎され複数のメーカーから同様の製品が販売されて新たな携帯型情報端末のカテゴリーを形成し始めている 電子書籍を閲覧するための専用端末は、電子書籍リーダーとも呼ばれ、書籍に比較していくつもの課題が求められる。他にも、対衝撃性や簡易な耐水性、複数の電子書籍フォーマット対応、盗難防止の工夫などが求められる。また、携帯型情報端末ゆえに類似機器の機能の対応も可能な限り求められる。特に電子書籍専用端末に向いた。 最新技術には新たな種類の電子ペーパーがあり、これまで以上に省電力で高コントラストの表示が実現するとされる。ベイピクセル G 社は電子ペーパーと液晶の2つのモードを持つものがある。端末本体価格は依然高価であることが挙げられる。このあたりは普及による量産効果や共通規格の策定も絡んでコモディティ化などによる 低価格化競争も期待されるが、現時点でそういった電子書籍データフォーマットの共通化などといった動向は見られず、依然として紙媒体を置き換えるほどの普及を見せるか、どうかは未知数である。現在も発売されているものとしては、Amazon Kindle、楽天コボ、また日本では未発売であるが、バーンズノーブルンックなどがある。詳しくは電子ブックリーダーを参照。 1999年6月に、シャープの ISP 兼、ポータルサイトのシャープスペースタウンで、PDA ザウルス向けに、電子書店、ザウルス文庫を開始。このコンテンツにおいて、XMDF フォーマットを初採用した。2001年11月に、突版印刷のビットウェイが、PDA 向けに、イベトウェイの名称でサービスを開始。2002年には NTT ドコモによるが、 インフォーゲイト接続の PC PDA 向けに M ステージブックを開始。NTT ソルマーレがキオスク端末フビー接続の PDA 向けにソニースタイルがクリリ向けにコンテンツ数は少ないものの電子書籍コンテンツの販売を行っていた。電子書籍流通事業日本国内大手のメディアドホールディングスによると Kindle、コマクサーラジー、楽天コボ、g o o g l e ルプレイ、 アイバーックスが海外6大電子書店である。電子書籍取り継ぎとは、出版社または著作権者からコンテンツを預かり、国内、海外の電子書店または電子図書館にコンテンツを供給する電子、書籍流通業者である。公立図書館では、2002年北海道、岩見沢市立図書館が電子書籍の閲覧サービスを始めたが、需要が少なかったため、 書店の指定した2ヶ月の無償での試行の後、取り留めとなった。大学図書館では、木の国や書店が手掛ける奥区の学術教養系和書、洋書の電子書籍配信サービス、ネットライブラリーが早くから普及している。特に2009年10月、突般印刷と木の国や書店の協業後、学術教養系和書電子書籍のコンテンツ数が増えている。 1980年代から90年代においては、フロッピーディスクや CD ログといったメディアで配布されるものも多かったが、90年代後半からは、インターネットの普及もあり、通信ネットワークで配信されるものが主流となった。ネットワークでの配信方式は大きく分けて、配信先から電子書籍を端末に保存して読むダウンロード方式と、端末にデータを保存せずにオンラインのまま読む。 ストリーミング方式がある。携帯電話の場合は、キャリアごとの端末機の使用のため、実際には、KDDI、ソフトバンクモバイルがダウンロード方式で、NTT ドコモはストリーミング方式である。2003年11月に、初めて携帯電話でダウンロード方式のコミック配信をビットウェイ社が開始した。携帯電話のコミック用ビューアーは、 当初、ベクター形式のコミックサーフィンとラスター、方式ビットウェイビューアーの2方式で始まった。その後、コミックサーフィンにラスター形式の機能が実装された。現在では、ラスター方式が主流である。電子書籍データを端末に一部、または全てダウンロードするが、閲覧するためにはインターネットに接続していることが必要な形式である。サーバーから情報をダウンロードして、 キャッシュとしては記憶されるが、この一時ファイルは閲覧中は開かれたままで、性的なデータとしては基本的に保存できない。インターネット上のサーバに接続していないと閲覧できないため、提供側はかなり確実な著作権保護を得られるが、閲覧者には利便性が損なわれる。基本的には、一般のウェブブラウザにプラグインと呼ばれる機能拡張プログラムをインストールして、 閲覧できるようになっているが、ウェブブラウザとは別に動作するものもある。専用端末の有無、UM、がデジタルデバイド、情報格差を生じる可能性がある。特に、米国では政府は公的な発表をインターネットのような電子的な手段で行うのに、積極的だが、国民の全てがパソコンを持って閲覧できる環境にあるとは限らない。この点が、 米政府の完全電子広報化の足かせとなっている。この問題は開発途上国ではさらに深刻であり、本来は社会を豊かにするための知識を提供する書籍が電子化によるデジタルデバイドで、それら書籍に親しむべき貧困層の手に届かない危険性を生む。開発途上国でのデジタルデバイド問題を緩和するために、例えば100ドル。 pc という安価だが十分な性能を備えたパソコンの計画などもあるがどこまで普及できるか普及後のサポートが行えるのかなどすぐに答えは出せないこのほか、これら電子書籍と閲覧端末が何らかの形で電子機器に依存するためこれら機器に固有の問題も含んでいる例えば電力がなければそもそも利用できないため発展途上国など停電が常態化している場所や 電源が得難い地域での利用が難しいこと、また繊細な電子機器は精密機器の例に漏れず、故障しやすく、衝撃や浸水などによって、たやすく壊れてしまうと、電子機器の操作が必要なこと、そして何より、端末自身が球体化することで、端末そのものの商品価値が損なわれるだけではなく、新機種への乗り換えに際して、互換性の問題から、 旧来機種向けデータを移行する手間がかかるか、あるいは、旧機種向けデータを諦めるしかないなどの懸念も存在する。また、電子機器の液晶の発する光によって、目の疲れを引き起こしやすい。紙の出版物と異なり、代金支払い後であってもサービス提供元の都合、等により一方的に、電子書籍が削除され、利用できなくなることがある。 紙の出版物をデジタル情報化すれば何らかの複製制御の仕組みを配布方法や再生機器内に備えないとデジタル情報は容易に複製物が作られるようになり P2P 型共有ソフトなどの違法な情報複製によって本来の著作物の販売が阻害されるなど著作権者の権利が侵害される可能性が高いこれを避けるために電子書籍では 当初からオンラインによる認証機能を設けたりダウンロードした端末以外で閲覧できないようにするといったハードウェアキーを導入したりすることで広範な複製は行われないようになっている。著作権者の権利はこれでほとんど保護されるが利用者にとっては購入したコンテンツが特定の機器に縛られて過半性が制限されたり閲覧キーが損壊してしまえば 全く再生できず最悪では再購入する以外に手段がないなど利便性が大きく失われることになる。これらが電子書籍の普及を阻害する一要因になっているとの指摘もある。2010年にはアップストアで紙の出版物をスキャンした電子書籍の海賊版が多数見つかり問題となった。2010年には不足する。 電子書籍を利用者が手元の書籍等をスキャンして自ら電子情報化する自炊という作業が顕在化したがその手法の派生として専門業者が登場しスキャンデータの不法なコピーが流通する危険性に加えて自炊作業によって本来は破棄される裁断済みの書籍束が他社のスキャンに幾度も利用されかねないという別の著作権侵害の問題を引き越すと危惧されている コンテンツの多くは、紙媒体での出版を前提とした、契約下で関係者が制作に携わったものであり、その電子化と公開ではそれら関係者の利権が絡み合い、デジタル情報ゆえに、新たな契約が対象とする配布媒体、データ形態の範囲がわかりにくい。コンテンツの電子化にも技術面以外の様々なハードルが存在している。Google 社は著作権者に無断で、 電子書籍化を進めて、それらをネットワーク上で公開することで権利を侵害したとして、米国内で著者、出版社団体から訴えられ、2年以上にもわたる、軽争の結果、多額の和解料の支払いと、ユーザーに対する課金及び著作権料徴収を徹底するという条件を飲むことで、ようやく和解に至っている。コンテンツの提供者側の課題の一つは、 電子書籍に関わる複雑な権利関係をどのように処理するかということである。現在の電子書籍は主にこれまで紙媒体で流通していた作品を電子化したもの大多数である。また、そのような作品が一番人気があり、市場でも売れている。しかし、過去に出版された作品を電子化によって再販する場合に権利を誰が所有しているのか明らかではないことがい,い。なお、 電子化を行う手段としては、紙媒体をスキャンする方法と近年主流になっている、印刷用に用意した DTP データを、電子書籍用のデータに変換することで電子化する方法がある。スキャンする方法では、紙媒体のレイアウトもスキャンすることになるが、このレイアウトの権利、反面権は、著者ではなく、出版社が保持しているとの見解もあり、このような非常に複雑な権利関係の処理が、 出版業界に電子化を躊躇させている。また、収益性からオリジナルの電子書籍作品が流通しにくいことも、電子書籍が普及しない一因とも言える。従来の紙による出版物であれば、書店取り次に出版物を下ろした段階で、実際には数ヶ月のタイムラグがある出版社に収入があり、それを原始に著者や制作に関する費用を支払うことができるが、 電子書籍では、このようなシステムを構築するのが難しい。一部の電子書籍書店ではアドバンス、売上げの前払いで対応しているが、うまく機能しているとは言い難い。プロジェクトグーテンベルクや、青空文庫のような著作権切れコンテンツも存在するが、そういった過去の作品だけでは、電子書籍の利用者のニーズを満たせない。著作権切れの書籍などを、 デジタル情報による無料コンテンツへ加工する作業はボランティアか無償提供目的の公益の事業などが行っている。日本では国立国会図書館や複数の大学図書館、美術館などが著作権適用期間を過ぎた古い書物や古文書の電子化を行っているが、これらは互いに異なるファイル形式で記述しているために利用者には不便である。また、 逆に商業的な電子書籍の流通網は基本的に使用できないために閲覧者の利便性を損なう面もある。電子書籍が流通すれば電子書籍出版社は直接著作者から出版権を購入し販売することになる。そうなれば出版社や書店は大打撃を受けると予想されている。日本国内の大手出版社は2010年2月に 日本電子書籍出版社協会を発足させ、アマゾンなど大手ネット書店に対抗している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。